よし、このレンズめちゃめちゃ良くてマジバロタということで、今回はですね 20-70mm の F4G このレンズレビューしていこうかなっていう風に思います。最近ですね、うちの長男がですね、ワロタとか言ってるんですよ。どこで覚えてきたのかなと思って、多分学校か YouTube だと思うんですけれども、ワロタワロタ言ってますね。僕もちょっと映ってきそうな感じでちょっとワロタなんですけれども、このレンズね1ヶ月ぐらいですかね、今ソニーさんからお借りして使っているんですけれども、めちゃめちゃいいです。本当にね、あの焦点距離もいいですし、だいたい撮りたいカットの8割ぐらいこのレンズ1本で撮れるっていうね、すごい万能なレンズだなっていう風に思いました。で今回ですね、先月クライアントワークで1回ねこのレンズ使ってきました。そして、リフィルイワバブルっていうね、自分の YouTube にアップした作品をこのレンズ1本で撮影してきたんですけれども、まあ、そういったね、あの作例が結構溜まってきましたので、作例を見ていただきながらこのレンズのレビューをしていこうかなっていうふうに思います。で、あのリフィルイワバブルのね作品を作った時はですね、結構ね、あのフィルムルックに見せるためにですね、グレインを入れたりですね、ハレーション入れたりして、結構ちょっとこう本来のねレンズ性能がわからないような加工してしてアップしたので、その加工をねちょっと外して、本来のレンズ性能がわかるような感じのレビューをね今回していこうかなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。ということで早速やっていきましょう。はい、こちらがねソニーのホームページの使用表なんですけれども、順番に見ていきましょう。まず名称がですね FE2070mmF4G ということで、このレンズはですね G レンズということで、G マスターレンズの1個下のねランクのレンズになっています。とは言ってもね、めちゃめちゃ写りいいんでちょっと後でお見せしたいんですけれども、本当にあの素晴らしいレンズだなというふうに思いました。焦点距離は20から 70mm ということで、今までソニーのね純正レンズで 20mm スタートで70mm のまで望遠がね取れるっていうレンズなかったんじゃないかなっていう風に思います。だいたいね標準ズームレンズって 24mm スタートで 70mm から 75mm とか、 28mm スタートで 70mm から 75mm とかっていうものはあったんですけど、20から70っていうのは今回初登場になりますね。レンズ構成が13群16枚ですね。開放絞り F 値、開放が F4 です。で最小絞りが F22 まで絞れる形になってます。絞りバネ枚数が9枚ですね。でここですね、最短撮影距離ですね、めちゃめちゃ実はね寄れるんですよ。マニュアルフォーカス時に 0.25m まで寄れるっていうことで、ちょっとご覧ください。写真これめちゃめちゃ寄れてますよね。そして動画もこんな感じです。こういった寄れる表現ができるレンズ、僕めちゃめちゃ好きなんで、もうね、なんならハーフマクロレンズ化ぐらいまでの感じだと思いますんで、いや、本当にね、寄りができるっていうね、表現が一つ増えますので、すごい気に入ってるところになります。フィルター径が 72mm ということで、フィルターワークの時はちょっとね困る。なぜなら 67mm のあのフィルター径のレンズが多かったりするので、ステップアップリングつけたりね、それに合ったこう ND フィルターとかなんとかフィルター用意しなきゃいけなかったりするんで、まあ、ちょっと大きいかなっていう感じはするんですが、まあこれはね、まあここはちょっとしょうがないところかなっていうふうに思います。で最大径が 78.7mm で、長さが 99mm ということで、これ今ね FX3 につけてるんですけれども、どうですか、サイズ感はねめちゃめちゃぴったりな感じがする。うん、そんなに重いなっていう感じもしません。重さもね 488g なんですけれども、いやいいよ、サイズ感もぴったりで持ちやすいし、もう本当にいいなって感じがします。でこれから新しく発売となる、ZV-E1 かにつけてもいいんじゃないかなっていう感じがしますね。ボディとレンズの重さ大体同じぐらいになると思うので、まあ、ちょっとレンズが重たいぐらいかなと思うんですが、バランス感としてはね ZV-E1 につけてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で価格ね、ソニーストアの価格は 184,800円ということで、結構高い気はする。まあ大体 10%オフになるので、ここからね 18,000 ぐらい引いて 16,000〜16,700 とか、まあ、17万弱ぐらいになると思うんですけど、それにしてもちょっと高えかなって感じは若干しますかね。はい、スペックはねこんな感じになっております。何よりこのレンズですね、 20mm っていうね、まあ広く撮影することができるので、室内で撮っていてもね、十分にこう広く撮影することができますし、外で撮影してもね、まあワイドなこう表現ができるというところはかなり気に入っております。そして 70mm 側、 20mm とは打って変わってですね、人を写してもよしということで、ボケ感も綺麗に出ますので、人物をしっかりとね浮き立たせた
表現をすることができるっていうのがこのレンズのいいところなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、欲を言えばですね、個人的には広角の表現すごい好きなんで、広角側16まであったらマジ神だなっていうふうに思いましたね。まあ、僕としてはもうちょっとねデカ重になってもいいから16まであると、まあ、僕の用途にはバチピタなレンズかなっていうふうに思いました。では次はですね、写真の作例ご覧ください。それでは写真の作例見ていきましょう。1枚目こちらですね。これ 48mm で撮影していますが、これね、このコインランドリーの機械の蓋開けて蓋越しに撮影してます。結構エモく撮れたんじゃないかなと思って、気に入っております。で、同じ場所から 68mm にして撮ってます。結構 48mm と 67mm こう印象が違って面白いですよね。レタッチもねちょっとだけ変えてますね。はい、これが 20mm 正面から撮影してるんですけれども、個人的にはねちょっと広角もう少しやっぱ広く撮りたいなっていう感じがします。やっぱり僕ね広角 16mm ぐらいが好きなんで、もうちょっと広く撮れてたらいいなって感じはしますね。あとちょっとやっぱ歪んでますよね。これちょっと後でお話ししようかなと思います。まあでもね、室内で撮るにしても 20mm ぐらいまであると結構広めに撮れるんで、まあ、使いやすいっちゃ使いやすいかなっていうふうには思います。これも同じように 20mm で撮影しています。で、同じ場所から 70mm で撮影するとこんな感じになりまして、こうやっぱね広いカットとこう狭いカットで取り分けできるっていうのはこのレンズのいいところかなっていうふうに思いますね。これちなみにレタッチ前こんな感じになっていまして、結構ね暗くなってるんですよね、顔の体の右半分がね。でもこれ撮影時ちょっと不安なんですけど、レタッチでねこう戻すことができるんで、ここはねちょっと勇気を持って、背景がね飛びすぎないぐらいの明るさにして、こっち暗いんですけど、まあ、レタッチを見越した撮影をすると、まあ、結構綺麗に撮れるんじゃないかなというふうに思いました。はい、これがね、α7 IV で撮ってるんじゃないかなと思います。こっちは確かね、FX3 だと思うんですけれども、こっちは α7 IV です。7 IV やっぱりなんか写真綺麗だなって感じがしますよね。ちょっとね、諸事情で他の記事でちょっと使うように BMPCC の写真1枚撮ってるんですけど、結構やっぱり綺麗に撮れてるなっていう感じがしますよね。少しちょっとフリンジっぽい感じは若干出てるのかなって感じはするんですけど、まあそこまで気になるほどではないかなっていう感じですね。これも結構気に入ってるカットです。後ろから 20mm で撮影してみました。やっぱりちょっと歪んでますね。まあでも綺麗に撮れてるかなっていう感じです。これ札幌駅の中で F9 まで絞ってますね。 F9 まで絞るともう全部パキパキに映ってる感じがしますね。これ FX3 で撮影しています。で、札幌駅のねこれ時計があるんですけど、 20mm と 70mm 同じレンズでこんなに広くこんなに狭く撮れるという面白さがあります。電話ボックスなんですけれども、これねここのなんかラインとこの後ろのビルのラインがちょっと面白かったんで撮ったんですけれども、背景のねボケとかも結構綺麗に出てて、この写真も結構好きだなって感じですね。はい、やっぱりめちゃめちゃ寄れます。これも FX3 なんですけど、このちょっと細かいところまでしっかり写ってますよね。万能ですね、本当に。寄れるっていうのめちゃめちゃ好きです。で、次はね、こうなんかこれ落ちそうなミラーを撮りました。ここのね、フォーカスが合っているところと背景のこのボケ感がちょうど良くて、これも結構気に入ってる写真で、スナップをね、ちょっとプラプラと髪切る前に撮りに行ったんですけど、スナップやっぱ面白いですね。はい、写真の作例こんな感じで、ちょっと気になるところなんですけど、広角 20mm 側で撮った時の四隅の原稿かなり暗くなってるんですよね。これはちょっと気になりますね。ちょっと下わかんないんですけど、こっちも同じように結構原稿しちゃってますよね。これはわかるかな。こっちもちょっと暗くなってますよね。これはちょっと気になるなっていう感じはしますね。まあでもしょうがないか、しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。はい、そしてね歪みなんですけれども、これ結構歪んでるなって感じすごいしますよね。ちょっと手動で直してみますか。これねまだこのレンズプロファイル入ってないんで手動で直さなきゃいけないんですけど、もう、いやーわからん。もう端っことかもなんかこうなってますもんね。もう波打ってる感じですもんね。どれぐらいにやったら自然に見えるんだろう。これぐらいかな。
どう？ポン。まだちょっと膨らんでる感じしますけど、真ん中ら辺はなんかちょっと変な感じするけど、まあまあちょっとマシになったかって感じか。もうちょっとやってみますか。これぐらいで。難しい。うん、かなり歪むなって感じはしますね。はい。これぐらいか。うん、これぐらいまでしたら、ちょっと、ふにゃってるところありますが、歪み良くなるのかな。51ぐらい。ちょっとこれもやってみますか、試しに。あ、これちょっと歪み補正入れてるんだ。入れたんですね。51ぐらいまでやって、こう。ああ、なんとなく、まっすぐになってるような感じに見えますね。結構やっぱ、20ミリ側は歪みがあるよっていう風なレビュー結構見てたんで、結構あるっていうのは知ってたんですけど、実際目の当たりにすると、かなりあるなって感じはしますね。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとやっぱね、歪みね、いろんなところのレビューでやっぱり歪みが気になるっていう風なことを聞いてたんですけれども、実際自分が目の当たりにするとおおーって感じはしましたね。あと四隅のね、原稿、まあここは若干あるけど、まあしょうがないとこかなって感じはしますね。なのでね、まあレタッチとか、まあ動画のね、カラーグレーディングとかでちょっと補正してあげるっていう、こう手間はね、かかっちゃうのかなっていう感じはします。それでは次はフォーカスブリージング見ていきましょう。フォーカスブリージングはですね、フォーカスが合う位置が手前奥と変わるとですね、画面がちょっとうにゃっと動いてしまう現象のことなんですけれども、このレンズね、ブリージング結構少ないですね。はい、なんですけれども、さあ20-70はどうかと言いますと、こんな感じです。では 20mm 側のフォーカスブリージング見ていきましょう。今手前の木に合っていて、奥に変えてみます。手前を奥、うん、やっぱちょっと動いてる感じしますね。ブリージングっていうぐらいなんで、呼吸してるぐらいの動きはあるかなっていう感じには見えます。次は 70mm 側ですね。はい、ちょっとフォーカスの位置を変えてみてますが、こっちはそんなに気になんないかなっていう感じですかね。さっきの広角側に比べるとそんなにブリージングしてる感じはしません。広角側はブリージングちょっとあるなっていう感じはしたんですけれども、そこまでね、気にしなくても大丈夫かなっていう感じでしたね。望遠側はね、そんなに気になるようなブリージングは見えなかったので、まあ気にするとしたら 20mm 側、広角側のブリージングをちょっと気にする程度でいいかなっていう感じがしました。次はオートフォーカス見ていきましょう。今回ね、そのリフィルユアバブルで撮影した時もですね、クライアントワークでキャンプの撮影した時もですね、フォーカスが外れて困ったっていうシーンは1回もありませんでした。かなりね、フォーカスに関しては優秀だったんですけれども、まあ実際どんな感じかっていうのはちょっとご覧ください。どうぞ。フォーカスのテストをしましょう。 20mm 側です。これ目のフォーカスバチバチ合ってて全然離さないですね。さすがソニーのカメラとレンズって感じです。フォーカスの速さもバッチリ。これね、フォーカス速度5にしてますね。デフォルトの速度にしてます。奥に下がっても全然大丈夫ですし、動いても大丈夫。前の方に来ても大丈夫。問題なしです。次は 70mm ですね。これもちゃんと目にフォーカスが合っていて、フォーカスの速度も速い。バチバチ。もうバチバチに合いますね。バチ、バチです。うわ、速っ。後ろに行っても OK ですし、前に戻ってきても OK。 前に戻ってこない、戻ってきた。 FX3 でね、これ撮影しています。はい、こんな感じでね、フォーカスバチバチ合います。もうね、まあカメラはね、 FX3 を使って撮影したので、 FX3 の性能もあると思うんですけれども、まあこのレンズと FX3 を組み合わせても全くね、フォーカスには問題ありませんし、めちゃめちゃ早いです。で、フォーカスリングに関してもね、かなり軽いんですよ。スムーズに回すことができますので、クライアントワークの時はですね、結構マニュアルフォーカスも使いまして、こうマニュアルフォーカスで合わせながらこう撮影を進めていったところもあるんですが、全くねストレスなくこうフォーカスを合わせることもできたりして、とてもね使いやすい、クライアントワークにも使いやすいレンズだなっていう風に感じました。で、リフィルユアバブルの時もですね、シャボン玉こうやってる時にシャボン玉でちょっとフォーカスがね合わなくなってしまったところとかも結構あって、まあ、その時はね、それもマニュアルフォーカスで撮影したんですけれども、それもね、このリングが軽いので、こう撮影しながらね、こうフォーカスを変えながら撮影するっていうことも全然できましたので、結
構ねマニュアルフォーカスでもオートフォーカスでも使いやすいレンズかなっていう風に感じます。次は逆光耐性見てみましょう。これねレンズフィルター何もつけていない状態なんですけれども、ゴーストもフレアもそんなに気になるほど出てるって感じじゃないので、これぐらいだったら全然ね気になるものじゃないかなっていう感じはします。逆光耐性はかなりいい方なんじゃないかなっていう風に思います。はい、いかがでしたでしょうか。逆光耐性に関してはかなり優秀なレンズだなっていう風に感じました。で動画を撮影するときってだいたいねこうレンズフィルター ND フィルターとかねつけて撮影することがあって、やっぱりそれつけるとゴーストとかね結構出ちゃうんですけれども、レンズ単体ではねこうあんまりこうそれをね感じられないっていうところもかなり優秀かなっていう風に思いました。で一つ動画を撮影する人がちょっと引っかかるかなっていうポイントがあって、それはですねズームするとめちゃめちゃ伸びるんですよね。めっちゃ伸びるので、ということはねジンバルに乗せて撮影するときですねちょっとねこう待っちゃうかなって思います。特にジンバルに乗っけてるときにこう広角の表現と望遠の表現どっちもしたいよってこうリングを回す人ねはちょっとジンバルのこうねバランスが取りにくくて少しこう困ってちゃうかなっていうところはあるかもしれません。先日のねそのクライアントワークの時は僕ねジンバルのカットちょっとワンカットしか入れてなくてですね、その時はもう使う焦点距離に合わせてですねもうバランスを取っちゃったんで大丈夫なんですけれども、まあねこれぐらい伸びるとですね真ん中で重心を取ってバランスを取ってで撮影してで広角も望遠もどっちもいけるよっていう形にしてもいいと思うんですけど、やっぱりすごい滑らかなジンバルの性能をねしっかりと活かすにはバランスはねシビアに取っといた方がいいと思いますので、そこはちょっと引っかかるところになるかなっていうふうに思います。ということで今回はですねソニーさんの FE2070mmF4G のレンズレビューしました。このレンズマジで万能です。まあ僕の要望言うなら16からは欲しかった。それはちょっと俺のスタイル、自分のスタイルなんで皆さんには当てはまらないかもしれませんが、これ1本あればクライアントワークでも Vlog でも8割自分のね撮りたいカットは撮れます。ただ逆を言えば残り2割は撮れませんが、 100% 全部撮れるレンズなんてこの世にないので、それこそね 16-135mm でこれぐらいのレンズ出てくれるんだったらそれは 100% 大体撮れるんですけれども、まあ、そんなレンズは今のところありませんので、まあ、かなりね8割撮れるだけでもすごい万能だと思いますし、クライアントワークでも全然使えるレンズだと思いますので、なんならこれ1本持ってればあのレンズ交換の手間が少なくなりますので、ということはねたくさんその撮影とかの方に時間を使えるっていうことになるので、まあ本当にこれ一本持っていてもいいんじゃないかなっていうふうに感じました。皆さん今迷ってるなと思ってる方いたらこのレビューがねこの動画が参考になったらとても嬉しいです。ということで本日の動画以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マグネットビデオグラファー同士が横のつながり作るオンラインサロンやってまして、クライアントワークの時もですねマグネットのメンバーに本当にお手伝いたくさんねしていただきまして、みんなでその一本の動画を作ったっていうような感じですので、ぜひねビデオグラファー仲間が欲しい人、映像制作の現場に入ってみたい人がいらっしゃったらマグネット入ってみてください。東京、大阪、北海道とかじゃなくて楽しめないのと思われてる人はそんなことありませんから、全国どこでも楽しめるオンラインサロンになってます。撮影会ある時はぜひ皆さんが住んでるところからその場所まで来てください。そしてみんなでワイワイ一緒に楽しみましょう。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、したっけね。